9月2日、勝手は罰を率いた大物政治家が自民党本部に姿を現した。その足取りはおぼつかず、背中はどこか偏りなさを感じさせた。かの名前は二階斐敏浩元自民党幹事長である。最近の訪中が原因で、かの任期は急速に下落している。今回の訪中は8月末に行われ、5年ぶりとなる超党派の日中議員連盟による訪問であった。福島第一原発の処理水問題や、 日本人駐在員の拘束問題、一時停止された短期ビザ免除制度など、日中間には多くの懸案が山積している。二階氏は親中派として知られ、中国に太いパイプを持っていたため、彼と習近平国家主席との会談が注目されていた。過去には二階氏は何度も習主席と会談を果たしており、2015年には観光業者を中心に役道人を率いて北京を訪問したこともある。しかし、か 今回は長楽期は全国人民代表大会上、無委員長や王毅外相らと会談したものの、習近平主席との会談は実現しなかった。さらに王毅外相は四0分遅刻して会談に臨むという冷遇を受けた。訪中の成果もほとんどなく、日中間の水産物輸入停止問題など重要な懸案事項に進展は見られず、中学旅行の推進やパンダ対応に関する話題が出た程度であった。SNS では 二階氏ののに対する怒りの声が渦巻いた。これは礼遇ではなく、侮辱だという意見やパンダ入らない日本人を返せという批判が多く見られた。政治アナリストの伊藤敦夫氏は、二階氏の影響力が薄れた証拠だ。中国との太いパイプが立たれれば、かの政治的存在理由も薄れていくだろうと述べた。背には、85歳の二階氏は、今年3月には次期衆院選への不出馬を表明しているが。 今回の訪中で引退が早まる可能性もある9月3日自由民主党本部で対中強硬和として知られた海地大臣が元党幹事長の二階都市博を直接標的にした注目すべき演説を行いましたこの演説高市は中国の大き外相の要請によるパンダの経けを拒否しただけでなく8月末に中国を訪問した二階氏の最近の行動をいかめしく批判しました高市は 日本の領空侵犯直後に中国を訪問できる日本の政治家を批判することから始めました、本当に国益を考えている政治家なら、領空侵犯の直後に簡単に中国を訪問したりはしないし、少なくともその訪問を中止するはずだと高市は強調しました、この行動は、彼らが国益よりも何か他の利益を優先しているか、あるいは日本以外の国に持続意識を持っている可能性があることを示していると述べました。 高市は国民がこれらの動きに注意を払わなければ、日本が簡単に他国から軽視される対象になってしまうことを懸念していると述べました。演説の中で、高市は政治問題に日本のおもてなし精神を利用することも非難しました。日本のおもてなし精神は観光産業にのみて起用されるべきだと彼女は述べ、中国との交渉において穏やかで、情報的な外交姿勢は適切でないことを示唆しました。中国は日本に対して強硬で、 時には挑発的な行動を取ってきた国であると指摘しました高い市はまた中国が交渉の機会を利用することに長けていると明言し日本が必要な情報を提供できなければ交渉は失敗するだろうと述べましたしかし彼女は日本国内では効果的な情報を準備する能力がもはやないといういかめしい現実も指摘しましたこれまで私たちが良い待遇を受けてきたのはまだ役に立つと思われているからだと彼女は強調し 大きな変化がなければ日本は徐々に地位を打っていく可能性があることを示しました。最後に高い市は、過去の栄光にしが見つき、自分の時代が過ぎ去ったことを理解していない企業の高齢者たちの姿に触れました。自分の立場をよく理解し、適切に身を引く時期を知ることが重要だと彼女は述べ、一部の政治家たちはより強力な戦略を持つ新世代に道を譲るべき時期が来ているかもしれないことを示唆しました。 一方で、高市大臣の親しい同僚である世耕弘成議員は、元党幹事長の二階と白氏の最近の中国訪問を強く批判しました。世耕氏のスピーチは、二階氏が率いた代表団の行動に対する明らかな失望を示しています。世耕氏は、訪問のタイミングと状況について疑問を投げかけることから始めましたこのような状況で、中国を訪問するのは奇妙だ。 日本と中国の間の緊張、特に領空侵犯と水産物輸入禁止の問題を考えると、世耕氏はこの訪問が不適切であるだけでなく、外交的なリスクも含んでいると感じています。二階市宏氏を筆頭とする超党派のメンバーが、パンダの話に気を取られるのではなく、日本人市民の早期解放、水産物輸入制限の解除、領空侵犯に対する謝罪を強く要求していたら、なだましだったのにと世耕氏は強調しました。 施工士にとって最も腹立たしかったのは、日本の代表団が中国側から受けた無礼な扱いでした。彼は代表団が最悪レベルの扱いを受けたことに驚きを隠せませんでした。彼によれば、これは単なる無礼な行為ではなく、中国の日本に対する態度を明確に反映しています。態度を変えるべきなのは中国の方だと彼は宣言し、日本は中国との外交関係においてより断固とした姿勢を取る必要があることを示唆しました。 交渉が必要な場合は、同じレベルの関係者がシンガポールのような中立的な場所で会うべきだと彼は提案し、現在の状況下で中国への訪問を続けることは適切ではなく、日本の立場をさらに弱めるだけだと示唆しました。そして9月5日、首相官邸での記者会見で、二階都市氏は当初の予定より早く辞職する可能性があることを示唆しました。この決定は 世論からの圧力の高まりや党内保守はメンバーからのえいかめしい攻撃によるものと考えられています85歳の二階氏は今年3月に次の衆議院選挙に出馬しないことを表明していましたがかの最近の中国訪問が一般市民と保守的な政治家の両方から激しい反対の波を引き起こしました発表の中で二階氏は年齢を理由に挙げ 日本は今後の国を導くためのよりまされた能力と才能を持つ若い世代に機会を与える必要があると強調しました私は念を取りましたが日本国へのために身を捧げてきたことを本当に誇りに思います私は若い頃を熱心に過ごし一定の大きな成功を収めてきました近いうちに予定よりは約引退するかもしれません私よりも若くて才能のある人々に道を譲る時が来たようです皆さんのご支援に感謝します と彼は決意に満ちた口調で語りましたが、キャリアの最後の数年間でなし遂げられなかったことに対する残念さもわずかに感じられました。自由民主党の有力者と呼ばれていたとしても、それは日本国内での評価に過ぎず、中国の視点からすれば大したことはないのだろう。かつて日本のメディアに対して高圧的な態度を取っていたに返しが、中国の第三くらいの用心に対して両手で握手をするなど、極めて卑屈な姿勢を見せていた。 習近平主席は二階氏との面会を拒否したにもかかわらず、同時期に訪中したサリバン氏とは会談を行った。自民党の支持者でも二階氏のファンでもない私だが、日本が軽視されているように感じられ、悲しい気持ちになった。数十年前、全国民が人民服を着用し、自転車を購入するのがやっとだった中国が豊かになれたのは、日本の貢献が大きかったはずだ。個人的なつながりや非公式な交渉で外交を進められた時代は、 もはやと追い抜かしの話となりました2年前まで日本は四十二年間にわたり中国に対して経済支援を続けておりその総額は3兆兆1 100億円に達しましたこの援助に見合った見返りは当然あるはずでいちいち口に出さなくとも日本の思いはったわっているはずだという考えがあったのでしょうそれと同様に中国も緊張状態を緩和する機会を下がっているはずだと考えられていたのかもしれません 二階氏が訪中すれば中国側から歓迎され日中間の問題も解決に向かうと疑う余地もなく信じていたのでしょうしかしそれは現実を受け悩まっています日本の外交アプローチは現実離れしすぎていますこれほどの支援を言ってきたにもかかわらず中国は日本に謝意を示すこともなく軽視し尖閣諸島周辺での挑発行為を止めようとしませんそのどころか今回の訪中の成果パンダを借りることに同意しただけでした これでは意味がありません。しかし、これが現実なのです。個人的なつながりや非公式な交渉はもはや効果がありません。外交姿勢を根本から見直さない限り、日本の外交は失敗を重ねるばかりでしょう。国際政治の舞台では、退場するものに未れはもたれず、政治的影響力の乏しいものは相手にされません。80歳を超え議員引退を宣言した政治家の最後の姿は、このようなものでしかありません。しかしかながら、 中国共産党は二階氏を利用して、日中関係改善への意欲を示すメッセージを発信することができましたもし習近平主席本人が二階氏と会談し、そのことを述べていれば、それは非常に重要なメッセージとなっただろうことは間違いありませんしかし、習主席はあえてそうしなかったということは、日中関係の改善に本気で取り組む意思がないと解釈するべきでしょう少なくともこの点は明確になりました。がって 東部の間日中関係は冷え切った状態が続くことは確実だと思われます日本側も中国側も本心では関係改善は困難だと認識しており真剣にそれを改善しようとする意思もないからです皆さんはこの話についてどう思いますか考えをコメント欄に残してくださいでは次のパートに進みましょう怖くて近寄りたくもない世界一のタワーとして日本が世界に誇る東京スカイツリー そんなスカイツリーの生地と同じ高さのタワーを建造した中国の広州市では、建造物の周辺で異変が頻発し、さらにはその事実を政府が隠蔽しているといいます。広東省の広州市にある広州島は、建造時期も大きさもスカイツリーとほぼ同じであり、スカイツリーを意識して建てられたのではないかとまで言われています。ですが、スカイツリーには、他国が簡単にはまねできないほどの日本の技術が詰め込まれており、 中国が同じものを建造できるとは考えにくいでしょうその結果手抜き工事が横行する甲州市周辺では多くの事故が多発しているのです今回は中国には決して真似できないスカイツリー建造に使用された日本の技術力と甲州島の人すぎる実態について海外の反応を交えてご紹介します中国が嫉妬するほどのタワーとなったスカイツリーには一体どのような技術が詰め込まれているのでしょうか 詳ししく見ていきましょう世界一の高さを誇るスカイツリーが完成したのは今から遡ること10年以上も前の2012年のことです2011年11月17日には世界一高いタワーとしてギネス記録にまで認定されましたちなみにタワーと建造物ではカテゴリーが区別されており建造物として現在世界一の高さを誇っているのはドバイにある超高層ビルのブルジュアリファであり その高さはなんと828メートル、一方、スカイツリーの高さは8 1 4メートルであり、武蔵野頃で親しまれています。この語源は9国名の一つである、武蔵野国が由来になっていると言われています。この武蔵野国があった地域が現在の東京と埼玉県、神奈川県に該当する部分であることから、この名前が命名されました。世界一のタワー作りは世界的に見ても道の領域であり、 関係者たた。ちの途方もないリサーチから始まりまりしたスカイツリー完成前までで日本で最も高い構造物は1900磯屋年に完成した約333メートルを誇る東京タワーでした約50年の時を経ていますが一気に倍近くのこれまでになかった高さにももむこととなったわけですから最先端技術を駆使した道の領域への挑戦といえますその安全性を確保するためにスカイツリー建造には多くの技術者が参画し その道の領域の建造物を作るための徹底的なミサーチから始まりました。100メートル上空にはどんな風が吹いているのかを調べるため、ラジオゾンデという気象観測気球を飛ばして、高層での風速分布や風の乱れを調べたり、通常の地盤調査に加えて通常は行わない調査方法を微動アレイ調査で、近3キロメートル程度までの深い地層構造を調べることにより、地震時にこの場所がどのように揺れるのかを、 より正確にシミュレーションしました。こうしたリサーチの結果、完成したのが、東京スカイツリーであり、今では外国人観光客の9割もの人たちが訪れる、大人気スポットとなっています。スカイツリーの高さはもちろんですが、誠の営業は、この高さを実現したその建造技術にあります。日本には、先にも紹介した東京タワーや京都タワー、福岡タワー、札幌タワーなど多くのタワーがあります。 また海外を見てみると、フランスのエッフェル塔やイタリア、モピサのシャトーといった歴史的な建造物も存在しています。世界中には多くのさまざまなタワーが存在している中、スカイツリーには他のタワーにはない革新的な技術が採用されていたのです。皆さんは東京タワーと東京スカイツリーを比較したときに、その形状の違いに違和感を持ったことはありますでしょうかそれこそが日本の技術者たちの努力の賜物なのです。 詳細を見る上で、まずスカイツリー建造の背景について見ていきましょう。スカイツリーの着工派2008年7月14日、竣工派2012年2月29日と、工事自体はなんと3年半といった短期間で完成させているのです。お隣の国のような天域工事での短期間での竣工ではなく、しっかりと質を担保しての完成となっています。こののの点だけを見ても、日本の技術力の高さや、 建造物に対するこだわりが現べて,て順調に進んだかのように見えるスカイツリー建造ですがスカイツリーの設計が発表された当初は実現不可能とまで言われていました100メートルを超える電波塔の建造の構想自体は以前から存在はしていましたがあまりの高さから実現まで至っていませんでしたご存知の通り東京には東京タワーといった既存の電波塔があり 新しい電波等が必要なのかと当初思った方も多くいましたしかし周辺の都心部には超高層建造物が続々と建造されその影響もあり東京タワーの高さでは陰となる部分に電波が届きにくくなっていたのですさらにこうした物理的な問題だけでなく急激な時代の変化によってワンセギやマルチメディア放送といったモバイル向けの放送を快適に受信できるようにするため 早急な解決案が求められていましたこれらの問題を解決するため2000年頃から首都県各地で新タワーについての誘致活動も行われるようになり新しい電波等の建造に向けた計画が進展することとなったのですそしてついに100メートルを超える世界初のタワーであるスカイツリーの建造が世界へと発布をされたのですスカイツリーの建造にあたり非常に重要な課題となっていたのがタワーの耐震性です 当たり前のことですが、縦に高い建造物を作るとなると、必然的にバランスを取ることが難しくなります。また、日本が世界屈指の地震大国であることは、周知の事実であり、巨大なタワーを建造するとなると、まず最初に上がる大きな課題でした。スカイツリーの完成、以前で最も高いタワーだった東京タワーの高さは、333メートルとスカイツリーの半分程度であったことから、比較対象にすらなりません。 要はこれまで日本一の高さを誇っていた東京タワーの建造技術はスカイツリーには全く活用できない技術であったのですそのためスカイツリー建造には今までにない全く新しい建造技術が必要でした日本だけでなく世界的に見ても例を見ない巨大なタワーということで技術者たちにとっても何もかもが初めてのことであり設計作業は困難を極めましたしかし日本の技術者たちがこの時目をつけたのが 新新しい最のの技術でではなかったのです。彼らがこの問題解決のために参考にしたのが、戦争100年以上も前の時代に生まれた日本のある建造物でした。それは世界最古の木造建造物として知られ、世界文化遺産に指定されている法隆寺です。これまで過去に幾度となく地震を経験しているにもかかわらず、戦争100年以上前から現在に至るまで、一度も倒壊したことがなく、 現存している正真正銘の世界最古の塔になりますこの放流寺のような五重塔に使用されている精神構造がスカイツリーにも生かされているのです建物の地震対策は主に耐震、免震、精神の3種類に分けられます耐震は建物を強くして壊れないようにし免震、端、面の揺れをできるだけ建物に伝えないようにする技術ですそして最後の精神、端、震の揺れを吸収する装置で揺れを小さくすることです スカイツリーでは、これら3種類の地震対策を工事、五重塔から着想を得て最新の精神技術が採用されています。それが新柱精神です。聞きなれない言葉かもしれませんが、新柱新柱とは先に紹介した日本の古い建造物である三重の塔や五重塔などの多重塔で使われている柱のことを指しています。この五重塔の秘密は完全には解明されていませんが。 内部の新柱という柱が地面から上部まで貫かれているため、建物の強度を上げていることが分かっています。そしてスカイツリーでもこの新柱に似た構造を取り入れることになったのです。こうしてスカイツリーは最新の精神技術を実現した結果、五重塔とそっくりの構造となりました。それが、質量負荷機構という仕組みになります。質量負荷機構とは、自身の揺れ建物が揺れるとき、建物の中に、 タイミングがずれて揺れるものがあると全体の揺れが打ち消し相小さくなるというものです五重棟の新柱は他の骨組みと直接つながっていませんそのためこれは構造の一部というよりは精神技術ではないかと考えられたのですスカイツリーではこの質量負荷機構を応用した地震対策を新柱精神として採用しましたタワー中央部に直径は1メートルの鉄筋コンクリート造りの円と すなわち新柱、塗装の外側の鉄骨像部分とを構造的に切り離し、別々の挙動をさせることで、核格納部分に作用する地震力を相殺することを意図して作られました。これによりスカイツリーは、地震の揺れを最大で50%も低減することができると言われています。過去の技術を工夫して、現代の技術と融合させた日本の技術者たちには驚かされますね。そそもそもも年以上も前の、 コンピューターは愚か、計算機すらも存在しなかった時代に、当時の建造技術が最新の建造物に応用されるとは、日本の先人たちの技術の高さにはつくづく驚かされます。これらがただの文献での話であれば、嘘だろうと信じられなかったかもしれませんが、実物があるとなれば信じるしかありません。実際にに寺以外の多層も、もも、甚大な被害をたたらした地震にさえも 耐えててきたたといいった証拠が実在しているのです代表的なのが、1995年に発生した阪神・淡路大震災の木は、震源地の兵庫県に存在する15の30の塔は、一つも倒壊していません。これらの耐震性をさらに強固にしたのが、前に述べた新柱だけでなく、そりとむくりという技術です。スカイツリーを実際にいたことがある方は、タワーが曲がっていると感じたことがあるかもしれません。これは 日本の技術者たちによって計算され導入されたメッキとした技術の賜物なのですそれとは千夜面がなだらかに絵込んだラインを描いているもの日本で独自に発達した刀剣のに本当にも見られる形のことを指しますムクリとはそれとは逆に柔らかく膨らんだ子を描いているものですこのソリとムクリを取り入れたことによりスカイツリーは見る角度によってシルエットが異なるという興味深い特徴を生み出しました そうしてこの技術導入によって、まことすぐのあしらで構成された建物よりも、自身の衝撃を分散できることが明らかとなっているのです。スカイツリーに使用された日本の技術力は、これだけではありません。耐震性に加え、安定性に増されている理由として、スカイツリーに導入された特徴的な土台が挙げられます。ここの技術は、人口密度が高く土地を有効活用しないといけないいいととけ東京だからこそ生み出された特徴とも言えます。 そそもそも東京タワーを見てもわかるとおり上部は細く下に向かって広がっていき底面の面積が広い構造ほど安定しますそしてこうしたタワーは底面が四角形となっていることがほとんどですその一方スカイツリーを見てみると底面が三角形となって折り下に向かって大きく広がる形状もしていませんこの特殊な形状から一見安定性に乏しく不安に感じる方もいるかもしれませんが このスカイツリーの底面が三角形であることが、世界一の高さを実現するために非常に重要な要素となっています。具体的に見てみると、東京タワーの場合、高さ三百三十三メートルに対してて、一面の一片の長さが九十五メートルです。この比率で、仮にスカイツリーの底面を四角形にした場合、底面の一片の長さ百や素一メートルも必要となり、かなり広い土地を必要とします。ですが、スカイツリー建造のために当てられた土地は。 細長いもとか持つ列車ヤードであり、ここに四角形を作ろうとすると、一辺の長さは10メートルしか確保できないため、現実的に考えて四角形での建造は不可能だったのです。そこで日本の技術者たちが考えを生み出した解決策が、底面を正三角形にするというものでした。そしてそれだけでなく、基礎の杭を節のついた壁、調のものにすることで、勝って以降を大きくして安定性を増強。この節は、 いわばスパイクシューズの靴底のような機能を果たしていますこの壁杭を連続させ放射状に地中に張り巡らせることで木の根のように地盤と一体化することを意図していますまた地上に見えるタワーの鉄骨はそのまま地下の杭に連続的に接続し力をダイレクトに伝達していますこれを逆に言えば大地から生えてきた胎児のように立っているとも言えるでしょうこうしてカメラの三脚のように三点で立つという構造と 気の感のような安定性で狭い場所でも安定して立つことを実現したのです実際スカイツリーの耐震性の強度は完成前に証明されていました2011年3月11日東日本大震災の時すでにスカイツリーはある程度の高さまで完成していましたそして建造中であったのにもかかわらずこの大災害を経験することとなったのですそれでも現場の作業員は全員無事でありスカイツリーの 構造体も損傷を受けることはありませんでした。耐震性については、この大地震を通じて、その耐震性の高さが証明されました耐震性や安定性については、これまで説明してきたとおり、日本の高い技術力で不安を払拭してきましたが、スカイツリー建造にあたって当初懸念されていた課題は、これだけではありませんでした。観光名所として人気のスカイツリーですが、 あくまでも電波等として必要に迫られて建造されたものであることを忘れてはいけません。そのため電波等としての役割を果たすことが最重要です。電波を届けるという点においては世界一の高さから分かるように全く問題はありませんでした。しかしその高さゆえに浮上した問題が落雷への対策です。世界一の高さを誇るタワーであるということは周りに同じ高さのものがなく、それだけ落雷を受ける可能性や頻度も、 上がるとということになりますもしも落雷の度に定いで矢事故が起きてしまうと、本来の電波等の役割を果たすことはできません。この問題を解決するために、なんと1年以上もの時間を費やし、研究をおもね、落雷のシミュレーションを幾度となく繰り返しました。こうして導き出されたのが、雷をタワーの外側に分散させるという独自の方法であり、雷の影響を最小限に抑えることに成功したのです。構造的には スカイツリー自体が巨大な飛雷石のようになっており足の部分などには波雷を研究するための装置なども設置されていますこれまで年に10回程度落雷を受けているようですが落雷による事故は一件も発生していませんこうした実際の結果を見るとスカイツリーの建造に関わった日本の技術者たちの途方もない努力がわかるのではないでしょうか2012年5月に展望台としてやっとの思いで開業したスカイツリー 当初はあまりの人気ぶりに、展望台のチケットが同年7月まで完全に予約制となっていたほどです。現在でも日本を訪れる外国人観光客にとっては、とても人気の観光地の一つとなっています。さらに現在では、スカイツリーの圧倒的な高さ、様々な方面で有効活用されており、雷の観測をはじめ、雲の発生条件や温室効果ガスの測定など、さまざまな気象データの観測にも用いられています。 そんな世界一の挑戦を見事渡した東京スカイツリーですが、建造当初は世界一くらいではなく二位になる可能性があったことをご存知でしょうかというのもスカイツリーの建造と同時期に、中国でも高層タワーの建造が始まっていたのです。それが中国の甲州市の甲州島です。甲州島はスカイツリーよりも一足は約2005年11月に、着工2009年9月に竣工しています。 甲州島の高さは800メートルで、開業当初は世界一の高さを誇るタワーでした。しかし、東京スカイツリーが完成すると、短期間で世界一の称号が剥奪され、すぐに世界一の座を奪われてしまうこととなります。実は2001は年に甲州市は、スカイツリー建造の報道を受けて、建造中の甲州島のタワー上部のアンテナをさらに高くすることを発表しました。当初、スカイツリー高さは810メートルと予定されていたため、 これに並ぶため増築し、再び世界一を目指したのです。こうして、公衆島は、同年4月にアンテナ部分をジャッキアップし、見事、見事110メートルの高さに到達させたのです。そして、残る作業はジャッキを外し、あとは外装や内装などの工事を残すのみとなっていました。この段階まで行くと、これから高くする計画変更をするのはかなり難しい段階まで来ていました。こうした公衆棟の状況を知知ってかからずか 2009年9年月にスカイツリーの高さが武蔵野国にちなんだだ1 1 4メートルであることが突然発表されたのです予想もしていなかったスカイツリーの高さ変更にさすがの甲州市も甲州島の強引な高さ変更を諦めついには2010年10年月にアンテナの高さを当初のの100メートルに戻したのですこのようにスカイツリーに世界一の座を奪われてしまった甲州島ですがその後も中国国内では広州島が 世界一の電波塔であると主張し続けているのです。彼らの主張としては、公衆塔の奥側、展望台が地上から400ヤはメートルという高さに設置されており、これが東京スカイツリーよりも高いといったイーブンのようです。スカイツリーの台に展望台が450メートルの高さに設置されているため、景色を見ることが可能な高さ、公衆塔の方が高いことになります。行ける高さといった観点では 世界一であることは間違いありませんしかしそれがゆえにタワーの構造上安全性に疑念の声も上がっていますアンテナ部を除いた建造物としての高さはスカイツリーが470.97メートルであるのに対し公衆棟は450メートル要は公衆棟の奥外展望台はアンテナ部の途中という危険な場所に設置されているということになりますこのため 杭州島のが外展望台は自立式鉄塔の展望台としては世界一の多派となっており、一番好きな中国人の自尊心を満たしているようです。何でも世界一を主張したがる彼ら中国人の様子がよくわかるのが、観光関連の宣伝の打ち出し法です。中国祭大手のオンライン旅行会社の日本語部門であるアリババツアーは、杭州島についての紹介ページで頻繁に世界一という文言を使用してアピール。 世界一高いお米機の観覧車、世界一高い展望台、世界一高い回転レストラン、世界一高い場所のフリーホールと、枕ことばかのように世界一高いを連発し、文章の最後には、世界記録を樹立とまで付け加える徹底ぶりです。ちなみにフリーホールとは、乗客を乗せた座席を高い位置から垂直に落とす絶叫マシンのことで、公衆棟の最上部にはこのフリーホールが設置されており、 高い塔の上でさらに臨場感を味わう子ができるようです。このアトラクションに乗車する際は、事故が発生した場合に損害賠償を請求しない、という旨を記載した書面にサインする必要があるそうです。いろいろな意味で世界一危険なアトラクションということですね。こうしたように、日本のスカイツリーと比較して、公州棟は電波塔としてだけでなく、大型観光施設としても積極的に開発され、大々的に世界 アピールをしているのです高さをアピールするのはいいですが、実際に訪れた人たちからさまざま批判的な意見も上がっています。というのも、環境の観点から多くの問題を抱えている中国ということもあり、甲州島からの景色は最悪だというのです。ガラス割りで下界が見えるはずの場所からは、大気汚染によるの飲むで、まともに景色を楽しめる状況ではないようです。展望台に行くには98もと、約2000年程度。 もかかるのに、そこから見える景色は真っ白であり、周辺の建物も廃墟などが目立っているとのこと、観光客を呼び込むために世界一をアピールしても、その満足度はかなり低いようです。さらに、広州島周辺ではいたるところで、建物の倒壊や地盤沈下、またじわれといったさまざまな崩壊事故が頻発しているのです。広州島が示した2009年に、中国・河南地方の最も有名な遊韓紙である。 市方,方が衝撃の事実を訴えました同市内において地盤が弱いなど地質的に問題のある場所は877箇所にもなることが判明そのうち地下鉄の建造により地盤沈下が発生した場所は32箇所であると公州市国土管理局が発表との内容でした同記事には地盤沈下が原因で傾いたと思われる住宅の写真が複数枚掲載され 肉眼でも傾いていることがはっきりと分かるほどの状況でしたこの結果から地下鉄の開発が地盤沈下に大きな影響を与えたことは間違いないと見られていますこうした状況にもかかわらず公衆地下鉄の責任者は期限はできるだけを抑えるしかない公衆市で地下鉄建造を続ける以上危険はつきものだといった日本では考えられない開き直りとも思える驚くべき発言を残したのでしたその上同責任者は 甲州市の地盤は水分が多く軟弱で液状化しやすい上えに断層が走っているため地盤沈下などの地質災害が起こりやすいことも事前に知っていたそのような場所であれば一般住宅を建造するだけでもかなりの危険性を読んでいることは素人でもわかるのではないでしょうかましてや地下鉄やタワーといった大掛か,かりな建造工事などもってのほかだといえるでしょうさらに2019年12月1日には ついに死亡者を出す事故が発生します甲州市の大規模交差点で道路が38メートル陥没する事故が発生し清掃車と電動自転車が巻き込まれて3人が生きるめになりました事故現場は地下鉄の建造工事中で市政府の職員が迅速に到着し救助活動には1100人以上が参加しましたが穴が拡大し続けたため救助は難航ここで驚くべきなのが事故が発生してして時間後 まだ行方不明者が見つかっていないにもかかわらず、地下鉄運営を担う公衆地下鉄集団が SNS の公式アカウントで、これ以上の陥落と穴の拡大を防ぐため、局部的にコンクリートの注入を行うと宣言、その後すぐ、現場にコンクリートポンプ車5台が集結し、陥没穴に生コンクリートを注入し始めたのです。当然ながら、それを知った被害者の家族や友人は、 現場に到着すると口々に抗議と非難の声を上げました。怒りの横断幕を掲げる幕もありましたが、彼らは次々と公安当局によって身柄を拘束されてしまったのです。こうした理解不能なコンクリート注入作業の話題と関連して挙げられるのが、2011年に起きた。高速鉄道の事故車両を現場に埋めた。運州市鉄道衝突脱線事故です。2011年7月23日夜。 省雲州市内の専用高架で、落雷のため緊急停車していた高周発、福讐南きの高速列車2匹3115号に、後から走行してきた北京南発福州業 D ク301号列車が衝突、この事故では死者死12人重軽傷者は少なくとも171人以上に上る大惨事を引き起こしました。深夜の救助活動も困難を極める中 メンバーを管轄する上海鉄路局の副局長派よくに重視に、超作業責任者に突如、事故車両を埋めよ、とまさかの命令。その後、すぐにショベルカートブルドーザーが集結し、巨大な穴を掘削して対話した車両をすべて穴の中へ埋めてしまったのです。本来ならば、事故調査委員会が検証するまで、証拠として保存すべき車両を、乗客の安否が完全に確認できていないにもかかわらず。 強引に救助活動を打ち切り、手っ取り早く土に埋めてしまったのでした。誰がどのように聞いても信じられない、中国政府のこの判断に、家の証拠の隠蔽だと世界中から非難が殺到しました。自国にマイナスにはたらく出来事を隠蔽する、中国政府らしいやり方ですね。結局具体的ななな原因究明がなされれいいまま事事件件の真相派闇に葬ららているそうです自己列車車両埋め込み事件から コンクリート注入事件は、8年も減っているにもかかわらず、中国政府の対応は何も改善されておらず、中国の下劣な隠蔽体質は今後も改善されないようです。こうした事実を考慮すると、甲州島の建設地の地盤調査など、おそらく適正にされていないと考えるのが普通でしょう。そうした危険な地域に観光客を呼び込もうとする神経は、見返しがたいものです。それでも行ってみたいと思う方はおられますでしょうか それでは今回ののエピソードに対すする海外の反応をご紹介しますスカイツリーから見る東京の景色は規格外のレベルだった外から見ても中から見てもスカイツリーという建造物は世界一であることがわかるぜひもう一度行ってみたいよ海外の人々は大げさに報道しすぎだ地盤沈下については工事が周辺地域に何の影響も与えていないことが実地調査で実証されたと発表されているはず 別の原因があったかもしれないのに手抜き工事や調査不足であることを強調しすぎだと思う中国では誇らしい公衆タワーは日本の技術者から見れば異常なんでしょうね各部品も素削りですが精度を高めることはできますしかし粗揚品の買いはゴミになります一度日本に技術を学びに行くのがいいと思ってしまいますねいくら世界一をうたってても安全性が担保されていない建物には決して近づきたくない 見栄を張る前にしっかりとした土台作りや、周辺の調査を徹底してほしいね。まあ、隠蔽体質の中国政府には、届かない言葉かもしれないが、コンクリートを注入したのも、崩落の進行を防ぎ、安全に救出するために、千門谷が提案した適切な処置だったから、問題ないででは、その後も救出活動は行われているのだから、中国国内と海外の報道が違っているような気がする。 我々中国に避難の目を向けさせているように感じるわ中国の建造物は本当に怖い建設中のテレビ塔が高さ50メートルの地点でまこ、あ、とつ2つに折れた事故があったけどその理由が溶接不足の天理器工事だったことを聞いた時は鳥肌が立ったよしかもその後の対応も簡単な謝罪だけで具体的な説明もなしあの国は本当に腐りきっている中国ではこんなの日常茶飯事だろう 建設中の一点三回手マンションが根本からほきろと折れたように突然倒壊したこともあったし何の事故もなく普通に建設された建物だっていった折れるかわからないよう全く恥ずかしい話だよね中国は自分たちの技術力のなさをしっかりと知り日本の木造建築物をパクればいいのに例えば五十塔東大寺大阪城など日本には素晴らしい建物がいっぱいある まあ、パクる技術もなな。いのかな木造から鉄骨構造になっても伝統技術は継承されていくのが日本スカイツリーを見るたび我々は日本がとてもうらやましいよ大震災時スカイツリーの建造途中であったのに本体損傷や作業員の被害周辺への何の被害も持っていないところは海外から見ても異常なほどの日本の技術力だもっと世界に拡散してほしいね 世界一の高さを誇るタワーを信頼できる耐震性活旦機関で建造した日本の技術は素晴らしいものがあるようです。電波塔としての塔割りだけでなく、今や人気の観光地としても、多くの外国人観光客が訪れている東京スカイツリー、多くの災害を乗り越えてきた日本の技術が誇る電波塔は、今後も長期間にわたり日本のシンボルの一つとして存在し続けるでしょう。あなたたの視点から見た解説を、 ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。今回の内容が面白かったら、ぜひ、LIKE ボタンもお願いします。チャンネル登録と通知ベルを押すのを忘れないでください。新しい動画を作るモチベーションになります。ご視聴ありがとうございました。